常に厳しいということで、私も川崎の方から応援に駆けつけさせていただきました。我々公明党、本当にですね、もう今積もってるんですが、本当にお一人お一人の応援、これを得てですね、もう新人さんですよ。もう私今6期目なんですがね、新人の時には話す時に足が震えて、手も震えて、何を言ってるのかわからないっていう状態でしたけれども、地元でね、生まれて地元で育って優しいじゃありませんかね。これは必要とされて、そして SDGs ですね。本当に我々が一番大事なのは大衆のためにというのはそうですよね。大衆のためにということは、私も心がけますけれども、一人一人の話し声をよく聞くところからとするんですね。それでもね、批判だめだったら誰でも言いますよ。あれが悪い、これが悪いとかね、大きな声を言う人もいます。でもね、我々地方議員の仕事って、ですよね、本当に困っている人、困っている人のそばに公明党ですよ、事務所さんですよ。このことをまず強く私は言いたいと思います。あともう一つ、この逗子、我々が外側から見てますとね、逗子ってなんか金持ちの人がいっぱい住んでる、豊かなこの生活をしてるって、ごめんなさい、勝手に私の妄想かもしれませんけどもね、思っている人もいるんです。でも違いますよね。もう打ち続くコロナですよね、コロナ。それからもう本当にこの、地震があったりとかね、豪雨減災。そしてやはり何と言ってもこの平和。平和は一人のね、心の中に宿っていかなければならない。まさに我々地方議員もしっかりとね、やはり団結をして、そして本当に平和で皆さん方が安心できる、小さなお子さんから高齢者の方もね、安心して暮らしていける、まさに誰一人というこそね、 SDGs の精神、これが本当に私大事だと思ってます。私年だけは取ってるんでね、何だけのこと言ってますけれどもね、とにかく大事なことは、今回の市議選には皆さん騙されていけませんよ。格好をつけてね、いいことを言う人は信頼できません。そうじゃないんです。もう人柄、そしてこのひたむきさ、そして当選するのが目的じゃない。当選した後に何をするのか。まさにこのね、無事の自然、これを守り、また将来に調べていく、それを大切にしていく。まさにね、エブリデイ、いいスローガンですよね。もうぜひ皆さん、また今あと3日間発表しておかないんですけれども、このちょうど今はね、一番大事な時期だと思います。ぜひぜひ、新人さんですからまだまだ名前が大変残念なんですけれども広まっていません。ぜひ MG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  に立ち上げて、ぜひですね、皆さん方もですね、あの頃からのご支援、心からお願いを申し上げまして、応援としての一言、大変にありがとうございました。ぜひ頑張ってください。頑張りましょう。ありがとうございました。ただいまのは応援に駆けつけました公明党神奈川県本部副代表砂川光一議員でございました。江口真紀子、皆様のご期待にお応えできますよう、力の一杯頑張ってまいります。どうかどうか最後の最後までのご支援ご支持を江口真紀子に賜りますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。江口真紀子、皆様のご期待にお応えしてまいります。仕事の強制社会を目指してまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。江口真紀子、頑張ってまいります。皆様の声を全員届けてまいります。動きます、働きます。皆様のお力で江口真紀子政令と送り出していただきますよう重ねてお願いを申し上げます。以上をもちまして、市議会議員候補江口真紀子の街頭演説会を終了させていただきます。しばらく大変に長い間大変お騒がせをいたしました。
ご清聴、ご協力、誠にありがとうございました。